南海6100系電車は南海電気鉄道の高野線で運用されている一般車両の一系列。なお、本校では統計式の代車更新車である6300系電車についても記載する。また、南波型戦闘車の車両番号 F を編成名として表記する。高野線の南波橋本間で使用される20メートル4扉オールステンレス車体の通勤系電車である。 高野線では、大運転と称する平坦区間と、山岳区間の直通運転に対応した15平方メートル扉車体の561系、1251系、17平方メートル扉車体の21001系、21201系が使用されていたが、1960年代から平坦区間では、沿線の住宅開発が進み通勤客が急増し、 これらの車両では輸送力不足となっていた。このため、高野線の平坦区間である南波三日市長間に南海本線と同様の山岳区間に対応しない20メートル4扉車体の通勤系電車を投入し、輸送力を向上させることになった。6100系は2009年までに全車が6300系に改造された。1970年からの申請車76両が製造された。 6000系同様のステンレス車体であるが、側扉が1.3メートル幅の両開き式となり、側窓は1枚加工式になるなどの変化が見られる。同時期に、南海本線向けに申請された普通構成車である7100系のステンレス車体版である。なお、仙北高速鉄道の100系は、この6100系をベースにして製造された車両で、あるが、6100系とは異なり、 コストダウンのためセミステンレス車体となっている。伝送品は6 0 0 0系複電圧対応車と共通で、台車もパイオニア台車だが、改良された TS-709 に変更され、冷房搭載後の車重増にも対応している。1970年度に申請した車両は非冷房車であったが、1971年度以降は、申請時から冷房装置搭載となり、 1970年度社も1974年から1977年にかけて冷房化されている。この分散式冷房装置は屋上カバーが正高なタイプで、京王3 0 0 0系、初代5000系や京阪電気鉄道2400系にも採用例が見られる。1971年度社まではモハ6101。 K サハ6851、k サハ6851、k モハ6101 k の4両編成のみ製造されたが、1972年度社からはモハ6101、k クハ6951 k の2両編成も製造されている。2両組成の関係で、 6132.61346136.61386144.6146は結番。また、途中の6139回が存在しないため、6139.6140も結番である。最終増備車のロールアウトは、昇圧後の1973年11月だったため、伝送品は 1500V のみの対応である。 1970年度車は冷房化前の1974年に方向膜の設置工事を行っている。1970年度車のうち36両は1971年1月から2月の竣工となっているが、これは仙北高速鉄道の部分開業が迫っており、同鉄道との相互乗り入れに際しては、ある程度の増備が必要だったことから、1971年度の 竣工予定を1970年度に急遽前倒ししたためである。この二次車からは将来の橋本駅までの乗り入れを見越して抵抗寄贈設が最初から行われており、一次車も後に行われた。よって1971年度に登場した新生冷房車は三次車である。1982年から翌年にかけて6000系。 同様の長編成化対策工事が実施されている。冷房化後、1500V 専用車として製造された6141回を除くすべての4両編成車が一部の編成を分割した上で6両編成に組み替えられていたが、この工事の際に6125回、6127回、6129回は元の蘇生に戻っている。また、 この時に連結機の更新が行われなかった、もは6101型は編成の中間に入る形となった。1996年から2009年にかけて、順次6300系に改造された。6100系として最後に残った6107回6両は2009年6月10日から7月5日まで、さよならヘッドマークを掲出して運行され、七月五日の営業運転を最後に、 6100系としての役目を終え、39年の歴史に幕を閉じた。翌6日からは、台車更新により6300経過され、口述の通り10月までに6314回として再起した。1996年からは更新工事も開始されたが、口述で知るストーリーこれと同時に、台車交換を行い6300経過されたものも、あれば、 逆にそうでないものも存在した。なお両者とも更新工事の際に編成中間に入る、先頭車については、運転台が撤去され、乗務員室の車掌台側は立席スペースになった。六一6 1 0 1 6 8 5 1 6 8 5 2 6 1六千百三十五から六千九百五十三、5九百七十二年六月一日、春千百三十七から六千九百五十四。 1972年6月1日、春光6143から6955、1973年12月4日、春光6145から6956、1973年12月4日、春光1996年から、更新工事を施行することになった。パイオニア台車は高速域における乗り心地が悪く、加えて、 S, S 型民電台車を装着する系列との並結も不可能で車両運用の自由度が大きく阻害される要因となっていた6100系のうちパイオニア台車から S 型民電台車への交換と車体更新を同時施行した車両がこの6300系である車体は主に床や化粧板座席の更新や老朽化した伝送品の更新を行っている一時期 線形に準じた、車内改装構想も浮上したが、実現していない。なお、2007年に更新された6313回より、台車にセラミック噴射装置が設置された。2017年1月からは、座席モケットを8300系に準じたものに、換装された編成が登場した。1996年から2001年にかけて54両が、2006年から2009年に、 かけて22両が、それぞれ6300系へ改造をされた。中間に組み込まれた先頭車の運転台撤去後6100系では、更新試行車と未更新車を区別するために、車号を変更して6300系としている。これは、S 型民電台車装着車とパイオニア、台車装着車で運用を区別する際に、識別しやすくするためである。不板方式は線、線系。 2000系などと同様である。変更は、以下の通りで、左側が、更新前の車号、右側が更新後の車号である。6両編成、4両編成、2両編成 AFS-379 系電動台車台車を履き替える際、南海本線で廃車になった7100系初期型の台車、及び、仙北高速鉄道仙北高速鉄道線で、廃車になった100系。 3000系の台車を転用している。改造の際、FS-376 型台車は、付随台車化されたほか、FS-379 型電動台車の中には不足分を補うため申請されたものもある。台車交換により、設計最高速度は時速 100km から時速 120km に向上した6000系とは、 同系の更新以来並結不可能であったが、再び可能になり、6200系との並結も可能となった。そのため、運用の自由度が大幅に増し、6000系プラス6300系プラス6200系の3系列同時並結も可能となっている。暫定的に車体のみ更新され、パイオニア台車で存置された6100系との並結は不可能となっていた。 製造当初は、高野線、南波三日市長間で使用されていたが、1984年3月11日のダイヤ改正で、林間田園都市駅まで20メートル車が入線、可能となり、また1992年11月10日のダイヤ改正では、橋本駅まで20メートル車が入線可能となったため、現在では、南波橋本間と戦北高速鉄道線で使用される。 2005年10月16日のダイヤ改正以後は運用の効率化を図るために橋本以北では中型車の2000系ツーム化運用を減少させたこともあり運用数が多くなっている従来ラッシュ時に2000系で運用されていた列車を6000系列などの大型車に置き換えることで混雑緩和が図られているまた同ダイヤ改正では乗客減のほか。 全体的に20メートル車両の運用の増加により、車両不足となったため、昼間時の確定の一部に4両編成が10、数年ぶりに復活したほか、平日朝の仙北高速鉄道線直通区間、急行、準急に見られる重量両編成から6000系列が撤退し、南海車両による重量両編成列車が消滅した。8連の運用もどちらかというと、 千木の車両で運転されることが多い。なお、各駅停車の4連運用は、従来6000系、6300系に限定されて、板が6200系 VVVF 更新車も使われるようになった。一方で急行、区間急行は、ラッシュ時を中心に8連での運用が多い。各駅停車も千木高速線内関結や、河内長野橋本駅間で運用するものは8連で、 運転される列車がある。南海では、車両故障時の上調性の確保を重視しているため、6000系の4両固定蘇生は、蘇生単独では使用されない。また、千代田県尺の配線の関係で6両固定編成や4両固定編成と2両固定編成を、連結するときは2両固定編成が必ず下り方になる。6000.62006300系は相互に、 連結可能なので根結は珍しくないが、組み合わせ方にはかなり制約がある。また、6000系列の4両組成と6両組成には、全編成、難波型から4両目となる4号車には、女性専用車のステッカーが貼られている。このため、平日朝ラッシュの8両編成の休行と、区間休行で運用される場合、4号車が女性専用車となる。 ただし8両編成でも、準急行、各駅停車では実施していない。1985年6月16日のダイヤ改正までは、潮見橋線での運用があった。また1995年8月31日まで、橋本駅の最長編成が4両編成であったため、三日市町駅での増解決作業を行う運用も存在していた。いずれも6000系。 6100系限定での運用だった。ありがとうございます。